今日の字は西です。一画目と三画目の間を開けましょう。ここも開けて縦画は少しずつ内側に入ります。中身の部分はこんな風に続けると行書らしくなります。日本も大きく分けますと東日本と西日本に分かれます。それぞれ文化も習慣も違います。西の方が東に比べ気候も暖かいせいかなんとなく活気があるように思います。特にお笑いなど西の漫才は本当に楽しいですね。そう、関西弁のイントネーションとテンポは東にない良さを感じます。なのでこれからの一分美文字は関西弁でやりまんねん。こうご期待まんねん。やっぱりやめますまんねん。